写真拡大。全3枚。阪神、藤浪進太郎投手24が22日、鳴尾浜で今年4度目のブルペンに入り、変化球を交えて81球を投げた。臨時コーチとして沖縄、宜野座の一軍キャンプに帯同する、ベースボールメディカルセンター代表の相澤和幸氏36から助言を受け、理想のフォームの再現性を高めたいと直訴。制球力を安定させる理想のフォームの完成を目指す。新たな知識に進化へのヒントをつかむため、貪欲に耳を傾けた。そのアドバイスが理想の自分への距離を短くしてくれる。藤浪が鳴尾浜で今年4度目のブルペン入り。ケンケンや体の使い方を指導する野球専門プロ施設、ベースボールメディカルセンター代表の相澤氏の前で変化球を交え、81球を投げた。球数は感覚が悪かったのでちょっと投げただけです。相澤氏からのアドバイスはいろいろですね。アドバイスをもらいながら、いろんなことをやりながらという感じですね。昨春、矢野監督当時二軍監督を通じてコーチ、秋での二軍キャンプに招かれ、臨時コーチを務めた相澤氏は、今春は一軍の沖縄、宜野座で指導する予定。同氏は、藤浪投手の話では、球速の向上というよりは、球のコントロール。理想のフォームの再現性を高めたいと、そういった形でビジョンは立てていますと、右腕からの直訴の中身を明かした。キャッチボールから動画を撮影し、ブルペン投球後は室内練習場へ移動。フォームの修正点を共有するなど、密着マークが続いた。このオフ、中央競馬の武豊騎手49がプロデュースする京都市内のジムに通って10代の頃の可動域に近づけることで、制球力アップの効果も狙っている右腕。自慢の強し速球をさらに活かすためにも、動作改善のエキスパートからの言葉に新たな気づきを得られるはずだ。藤浪は言える範囲はないですよと詳細は語らなかったが、相澤氏は投げ方自体は悪くない、頭と体が一致していないところがある、1センチ、3センチのズレで大きく変わる、そこの修正ですと飛躍へさらなるサポートを誓った。春季キャンプ初実戦となる2月11日の紅白戦での登板にも意欲を見せている藤浪は、この日の助言が今後につながるか問われ、もちろんはいと大きくうなずいた。昨季5勝など3年間味わった悔しさを晴らす。理想のフォームの完成へ着々と歩を進めている。新里交渉。野球するなら野球兼トレ。ベースボールメディカルセンターの代表を務める相澤氏は、スポーツ医学と独自の野球兼兼トレを取り入れた動作改善を指導している。野球の動作に直結する関節の動かし方や感覚を具体的動作につなげるために、兼の使い方の教育、強化を行う。球速アップをはじめとするパフォーマンスの向上だけでなく、故障からの回復、防止にも役立つ。腱に対して適正なストレスを与えながらトレーニングを施すことで動作を改善し、イメージと一致する確率を高めていく。藤浪、今年のブルペン投球。1月12日に初めて入り、42球。ラスト10球は捕手を座らせた。投球の9割は1年目の2013年のようなワインドアップ投げ法で、その方がリズムがいいからやっています。2度目の14日は56球。変化球も解禁してカットボール8球、カーブ4球を織り交ぜ、
キャンプ初日にはブルペンに入れるようになど、初紅白戦2月11日の登板に意欲。18日の3度目は40球を投げ、視察に訪れた安藤二軍育成コーチを、あのボールをマウンドで投げられたら、20勝くらいできるとうならす。